皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も狼絶景版遊んでいきましょう。さあ前回ですね、つづらおさんからこのナンパ船のお宝を回収してこいと言われたアマテラスで今日やってきました。さあここで月を描く。おっと、どうしたどうした。おいら分かってるんだぜ、お前はここに登りたくてあの技を習得したってことよ。さあしっかり踏ん張って飛びない、ぎゅーっとよ。そう、二段ジャンプ、はいはい、よし。ほへー、こりゃいい眺めだと言いたいところだが、無残なナンパ船が丸見えで物悲しいものがあるぜ。おや、よく見ると海の底に妙な模様が見えねえか。まるででっかい三日月のようだけど、サンゴ礁にしちゃ綺麗な形だな。そういや天子、ボイネなんか言ってたよな。もしもこの櫓が月見櫓なら、なんだっけ。さあここで三日月、こっち向き、どうかな。これはたまげたぜ。海にぽっかり穴が開いちまったじゃねえか。なんだか不気味な光景だけど、あの干潟歩いても大丈夫か。え、そこ行くの大丈夫な。行ってみようか。さあダイブして泳ぐ。待ってね、これまずいな。さあハスカ行って、よし、ちょっと休憩して行こう。そっち、よしと。さあ上陸で、これがそのナンパ船向かっていこうと。ここでホリホリタイム。これ何でかなんだこれ。中ハマフだ。はい、中ダメージ。なるほどね、この貝の中に入ってる。他にない、ありますね。そう、一個だということはあるんだよね。掘っていこう。どこでビー玉、真珠とかじゃないで、さらにそっちの奥の方、こっちもあるんでね。どう、意外とこれがありますね。よし、さあこれ掘り繰り返して、はい、よしと。でお守り、これゲット。進化を最高にする。さあこんなもんかね、行こうかね。ナンパ船、ナンパ船もね結構ロマンあるね。ただ日本じゃそんなに見かけない。海外だと結構放置されてる船とかね、飛行機とかありますけど、日本だとそんなにない、特に東京では。さあこんなか、はい、お邪魔しよう。ナンパ船、呪い一文字、盗人から宝物を守るために厄除けの封印をすることはあるが、こんな不吉な封印は見たことがねえ。まさかこの船丸ごと何かに呪われてるんじゃないだろうな。とにかくこれちょっとやそっとで溶けそうな代物じゃないぜ。アマテラス殿、またこの BGM、 ボイン。お二方ともすでについておったか。祭りごとに手戻り遅くなってしまった、誠にすまぬ。ここだろう、ボインネが言ってた宝物船ってのは。
そう、ここに卑弥呼様の求める神器狐クナが眠っているのだ。水流によって沈められた上、今は妖怪の巣窟と化しているようだが、何、妖怪の10匹や20匹我が法術で蹴散らしてくれよ。さあ恐れることはない、勇気を胸にいざ突き進まん。それがようポインね。あの扉に浮かび上がった呪い一文字、あれはもともと盗人から宝物を守るための厄除けの封印だよな。それが水流に沈められた人間の呪いでも溜め込んじまったのか。あの通り強烈な妖気を撒き散らしていてよ。そして何人も通さぬ呪いの禁忌になってしまったというわけか。なるほど、それは厄介なものだな。だろう、仕方がないからどっか他の入り口を。おお、お札か。アマテラス殿、ここは我らの力を合わせて参ろうぞ。この先もあのような起因が行く手を阻むであろうが、その時は我が魔除け札で起因を召してくれよ。しかればごめん。さてアマテラス殿、魔除け札さばきは我が受け持つが、その狙いには貴殿の協力を賜りたいのだ。何、それほど難しいことではない。これ貴殿は流れる筆がごとき神妙な技を操るであろう。貴殿にはその技を使って我の手元の魔除け札を標的まで導いてほしいのだ。さあ、あの扉に浮かび上がった金印を標的としてまずは存分に試されよ。さあそこにこのお札を置こうか。よし、お見事。このように我が魔除け札を持ってすれば怖いものなど何もない。たとえ相手が妖怪であってもな。ふう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 。さあ手合わせはこれまで。この船に眠る神器狐札を求めいざ参らん。でこれ妖怪にも使っていける。とここにこれ切っていける。無理か、壊せません。一応セーブしようね。さあここでセーブして、自分で前に女性の胸の大きさ、あれとね乳がんの発生率って関係あるのかなっていうふうに調べてみたんですよ。でそしたらね、胸の大きさと乳がんの発生率はね関係ないらしい。あー、でもだとしたらさ、胸が小さい人損じゃない。よし、さあそこにいます。オッケー。さあこれでいこうね。で結構広いな、ナンパ船。いやーこれはすげえ、そこら中宝箱だらけじゃねえか。これだけありゃ狐札を見つける前に億万長者になっちまうぜ。プヒヒヒヒ。そうね、これ本当に宝なん？開けてみよう。あー、そこにあの怖い人形ある。それ何なの？でまずは牛の角飾り、これやばいでしょ。前にも一回やったね。ただ特になんか害はない。と中心骨頂10個回復で、さらに絵巻天灯大使、これ取って、あーこういうのがほらいるんだよね、こういうのがね。さあ成仏、よし。あ、爆発すんのね、なるほど。さあ壺ちょんに行ってお金もらって、これは大丈夫でしょう。これなんだ、これぶっ飛ばしていける？無理か。あ、でさらにこいつか。
よしと。うん、ダメ？危ない。これ待ってね。カメラ寄せて、寄せていこう。はい。よし。で、爆発して、豚に行って、よし。さあ、次。これ壊せんの？壊せません。次、そっちか。あ、またここになんかいた。あー、だー、ちょちょちょ、なんすか、これ。なんすか、これ。カメラを妨害すんな。はい。無駄か。なんだこいつ。と、トラップっぽいの。さあ、避けて。おし、いけるよ。はい。と、これなんすか？骨かな？さあ、なんかヤドカリ来る。これどうしよう。無駄か。となると、これ使ってみる？お札。当たってない。ああ。こいつはやべえな。どうする？お札。もう一発。よし、ぶっ飛んだ。さあ、ここで。あ、でもこいつ強えな、こいつ。よし。さあ、最後に豚に行って、もう一匹。そう。待ってね、お金。お金欲しい。さあ、まずこいつにお札を当てて、2発。こいつ結構強えな。さあ、すすだめすだめ。さあ、もう一発当てて。ん、ダウンしてる？してません。こいつなんだこれ。さあ、さらにお札当てて。どう？え、ダメなんこれ。どうなってる？お札。姉ちゃん、頼む。よし。さあ、ただここで多分の連撃が来る。よし。こいつは強いぞ。はい、竹松。と、祝儀。これもらって。中ボス的な感じ？で、特に会話なし。先行こうかね。ヤドカリさん。こいつ強いわ。突然、こっちか。さあ、これ通過して、中間セーブ。で、さらに、呪いゲート。よし。これは美しい。水流に沈められたこの宝物船にも満天の星空は平等に降り注ぐのだな。だが三日月の昇る夜だからこそ船の中もこうして照らされているが、一度日が昇れば冷たい海水が容赦なく船の中を満たすのだ。それこそ世の無常というもの。なるほどね。ここであの日を書くんか今度は。で、その前にこれほじくり返してクローバーで咲かせて、よしと。待ってね、咲いて。はい、よし。さあ、そしたらそこに火を書いて、多分この樽が浮くんか、浮力で。はい。なんとこんな時に夜が明けるとは。いや違う。まさかアマテラス殿、これも貴殿の通力だというのか。天の断りすら自在に操るとは恐れ入った。よしよし。あ、でこっちはないんか。ここではない。見てみろよ、こいつはまた大層なもんがあるぜ。見たところこいつはでかい天秤みてえだけど、一体何に使うものなんだ。それにこの天秤、重しは片方にしかついてねえから。
随分と傾いちまってるぜ。なるほど、つまり一旦戻ってあっちか行ってみよう。さあここでこっちこっち、ですね、そっちか。何何、敵かな。またこの子だよ。なんだ、あ、合体した。え、これ勝てんのこれ。待ってね、さあ乗っかって、なんか罰印書いてるよ。大丈夫こいつ、どうする。お札かな。待ってね、さあお札をぶち当てて、よし、聞いてない。どうなのどうなの。あー、危ない危ない。待って、凶暴すぎないこれ。どうする、お札ではない。あ、一応聞いてるっぽいような気もするんだけど、どうなんすかね。さあ再び逃げて、こっちこっち。一戦多分これ効かないもんな。あの、水になるわ、水に化ける。どうするこれ。あ、まずい、こっち来る、こっち来るよ。はい、危ない。こいつの、どうして、よし。さあここで、あ、待ってね、ダウンしてるんだけど、あれ通らんぞ。ほう、あ、違うな、あの、切ってくんか多分あの時に。これちょっとやっちまったな。さあ再び札当てて、よし。あ、待ってね、これどうしよう。ここにこうハス書いてこうかな。いや、これ当たらんぞこれ。ここでか。よし、なるほど、ジャンプ中か。こっちへ来い。あ、それダメ、それダメです。よいしょ。さあ回避して、もうちょい、ここら辺いける。よし、でさらに、どう、よしよし、いや強かった、危ない。さあお金もらって花咲きました。さあ学習完了で、次こっちかな。いいね、この推理しながら戦う感じ、適度に頭を使う。ですね、これどっちだ。ここではない、こっちではないんか。もうちょっとこっちか、そこかな。さあここでハス入って、で戻っていく。よいしょ。さあ足場だいぶありがたい。次こっち、はい、でこっちか。あ、ですね、そこに樽、よいしょ。あ、そこに待って、なんかいるよ。あ、人形か。これに上陸して、でこういく。なるほど、でまずお宝取って、真骨頂。で大砲ね。でさらに下に鍵、まず一旦通過しようか。よし、さあただ大砲ね、これ浸水してる、撃っていけるんか。多分ダメじゃない。あ、いけますね。上か、
一番上、そこ行った。うん、あ、なるほどね。これ重みでこう変動してる高さが、これもすごいね。よし、でそこに鍵。さあ気になってくるのはやっぱり真ん中ね、ここら辺かな。どうでしょう。おし、さあこれで前後足、まず一旦ここにハスカ行って、あの水位を下げてしまうと多分上に行けなくなる。うっちゃい、これはどうする。あ、行けましたね、普通に行けたわ。さあここで太陽のかけら、これ取ってと下の階、そこは何山でしょう。こっちね、よしと、で真珠、よし。さあ真珠をゲット、骨董品ね。でそっち行けません。となるとこっちか。さあ再びハスカ行って、で風吹かして、こっち、よし。でこの先に多分樽があるっぽい、多分。あー、ここに来た。あいで、さあそっちで、さらにこいつで、ラスト、よし。さあ牙いただきまして、こっちじゃい。でさらにお宝、さすが宝物船。特に頭蓋骨、これでかくない？誰の骨なん？巨人かな？さあ結構奥に来たよ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どうするこれ。手か、無駄か。あー危ない、どうする。さあ水晶もらって、これも骨董品。なんかこう素通りする。あ、ただこれ急に出てこられるとだいぶまずいな。あー、そう、あー、ダメ。これ上に乗るんか、多分そこに乗っ、あ、そっちか、そこね。これなんだ、これ巨大な顔。よし、結構アグレッシブ。でそこに足るか、危ない。さあこれはですね、多分これ切るんじゃない。一線どう。よし、でホールドされました。なにこのポーズ。ちょはめんな、おい。よし、危ない。これもすごいね、すごい仕掛け。でそっか、さてどこで行く、こっからやってく。これ、そこにできないの？フック。これ、ちょ待ってね。そのフックとそれを結んでいくんでしょ？これ、できないかな？あ、なんかできないっぽいな。飛ばすんですかね？と、そこにお宝。これな、欲しいよね。はい。取れないんだな、待ってね。さあハスカ行って、よしと。で骨董品、干支の置物、猿、これかわいいな。干支13本のうちの1つ。そうで、ここにあのあれね、あの樽をこうセットしていきたい。ただどうやる、ここにあの判定がない。戻ってきて、
これ、ん、転、あ、なるほど、転がるんか。よし。弾の逃げ。なるほどね。よし。はい。OK です。さあ、そしたら次。次か。ここで、この上に行きたい。行けるかな？あ、行けませんね。さあ、ここで乗っかって、よし。で、この先。で、ここに来るんか。さあ、つまりここで、再び夜か。はい。よしよし。で、夜にして、で、これで鍵を取りに行く。さあ、でですね、これ降りて、こいつなんなん、これキモいよ、これなんなの、階層なの、無駄か、ほっとこう。さあ、関わるのをやめて、で、こっち、そうそうそう、で、ここね、よし、 OK です。さあ、これもらって、で、こいつにぶち込む。はい、よしと。で、再び呪いゲート。これ壊して、だいぶこれ奥まで来たよ。うん、そこなんかすごいな。あー、ちょちょ、ここな、ま、え、これ何、これ、これ何、これ誰、これ。近いんだって。ですね、お札を母音名の、どっか行っちゃった。まあいいや。あー、来てるし。さあ、宝物庫っぽいところ。ただ、ん？消えたね。なんなんだ、もう。来るなら来い。さあ、漆器セット。そう、伝説の漆。世界に一本だけらしい。結構いっぱいあるけど。こいつか。待ってね。さあ、成仏。よしよし。で、爆発して。打ち手の小槌。何見つかんだ。よし、幻の宝をついに見つけたぜ。あれ、打ち手の小槌。お犬が探してる神器ってこれだっけ？違うよね。それは体を針の穴さえ通れるほど小さくできるという不思議な小槌。確かに珍しい秘宝だが、姫子様の祈祷の助けになるような神器ではない。あむこ、針の穴といや確か。西安教で牛若のインチキ野郎が何か言ってなかったっけ。俺、どんなに厳重な守りにも、針の穴ほどの隙間必ずあるとかボソボソと言おう。あれはどこの場所のことを言ってたんだっけな。アマテラス殿、結局この船には目的のものはなかったようだ。残念だが引き上げるとしよう。なボイね、そんなにしょぼくれるない。この広い海のどっかにきっと眠ったら。そうは言っても、今海に入るなど命を捨てに行くも同然。あれ狂う水流がいる限りな。また出たぜ、その話がよ。その水流ってのがあれかい、この漁師マフラを牛耳ってのかい。だったら、この石から生まれた石太郎、アマテラス大先生が着いたら、ひとまずこの神器臭い船を出て、都へ帰ってから考え直そうぜ。さあ、これでどうも終わりっぽい。打ち手の小槌。これ使って、で、先に進んでいく。あー、また来る、危ないよー。はい。この子ね、結構、攻撃の発生が早い。
いきなりこう降ってくる。よいしょ。と、これ、はぐれ玉。これ取って、これは？あ、いや、やばい、やっぱり。よし。さあ、死にました。さて、じゃあ出ようかね。もう夜なしか。もう何もない。今これですね。うん、勝手に帰る？アマテラス殿、もっと早く泳げぬか。ああ、ボインネ、無茶言うない。こいつ所詮狼だぜ。一生懸命泳いだってこんなもんだよ。今なんか見えたね、後ろから。はは、分かったぜボインネ。もしかして催したんじゃねえのか。おしっこ。ふっふっふふ、はめやしないって。周り一面大海原だい。気にせずやっちまいなよ。ちゃうんだよ。大丈夫大丈夫、おいら立ちちゃっていつもそうしてら。そうな、そう、そうではない。この波立ちは奴が現れる兆し。結構近くに来てるよ。こんなところで襲われたらひとたまりもないぞ。また始まった。だったら、水流だっけ。そいつにパーッと引っ掛けてやったらいいや。相変わらずデリカシーがない。ちょうどそいつがあーんって口開けた時にでもよ。なな、な、なんだありゃ。あれがセリュー。もしかしてあれがセリュー。きた。なにこれ、どういうゲームなんこれ。ミニゲームか。え、ちょ待って、これ待って、死ぬぞ。リアルに死ぬぞ。あー、近い。え、食われたよと思ったら、ここはどこだい。もしかして俺たち、あ、あの世に来ちまったんじゃ。いや、もしかして海岸に打ち上げられたのか。俺たちを襲ったバカでかい化け物、あれ一体なんだ。あんなもんが海で大暴れしてるなんて聞いてねえぞ。それになんだい、ボインネも一人でさっさと逃げやがってよ。こうなったらとっちめてやるぜ。なんだこの小寿司、勝手に懐から飛び出しやがったぜ。おい、せっかくのお宝が逃げるんじゃねえや。あの子捕まえろ。さあ、ここで導いている。どうした、そっちか。これおそらくあれっしょ、あの帝のうち、あのひび割れたところ、あそこじゃない。ちょっと行ってみようか。さあ、まずはこのうち入って、でここを通過して奥に行くと思ったらいますね、スズラを。お、これはアマテラス殿、無事だったか。ほら、ボイン。おいら聞いてねえぞ、あんな化け物がいるなんてよ。さあ、さんさん申したではないか。海には恐ろしい水流がいると。え、へりくつこねやがって。お前、おいらたちをはめようとしてるんじゃねえだろうな。
何を申すか、我も食われる寸前で必死だったのだぞ。それにマスカ、貴殿だがあのように泳ぐのがその鈍いとは。なんだと。そら言うなよ、こいつだって気にしてるんだからよ。すまぬ。さあもう一回。ジギキツネクだ。あの宝物船にないとすれば一体どこへ消えたのだろうか。水流の支配する大海原のどっかに紛れてしまったのなら、もはや我々には手の打ちようがない。そんなに落ち込むなよ。メスメスしてたらせっかくのボインが泣くぜ。で、多分こっちだと思うんだよね、あそこのうち。ちょっと見てみよう。そう、いざなっている。どっちだっけ、そっちではなくて、あ、そっちか。そっちね。あ、だよね。こっちにこう、向かってますね。あの壁に穴あったもんね。とりあえずそれ見て終わりにしよう。こっち。さあ、そこじゃない？ここっぽくない？どう？よし、このトンカチ野郎、やっと追い詰めたぜ。この一戦様がお宝を逃すと思うか。お前みたいに生意気なお宝は、その辺のゴーツク商人に売っ払って。ん？待てよ。ここはもしかしたら、君の俺、霧の渦が立ち上ってた、あの屋敷じゃねえのか。漏れてるね。お前、こんなところに逃げ込んで、どうしようってんだい。この状況、おいら、お前の狙いがピンときちまったぜ。打ち手の小槌って言や、人を小さくする力があるんだよな。つまりその力で、この甘子を小さくして、その赤田様に怪しい小さな穴をくぐらせようっていうのかよ。これ一体どういうことだい。こんな気味の悪いところに入るなんて、こいつの狙いは何だ。でも向こう、これは都合がいいかもしれないぜ。この屋敷やこの霧の元凶だってのは間違いねえ。女王の卑弥呼はこの騒ぎにだんまり決め込んでるなら、おいらたちが事の真相を暴いてやろうじゃねえか。このところ一つの筆技も見つかってないし、この屋敷は避けては通れねえだろう。よし、それじゃトンカチ、お前の望み通りその穴へ入ってやるから、一応こいつをぶん殴って小さくしてやってくんない。あの子、お前も覚悟は決めたよな。待ってね。さあ一旦ね、今回時間の切りがいいんでこれ終わりにして、で次回ですね、ぶん殴られて、で中に入っていきましょう。お前、神様なんだからちょっと痛いくらい我慢しろって。また次ね。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回オオカミでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。